こちらは高知市の城西公園です。このイチョウ並木も今年も美しく色づき始め、秋の日を浴びて黄色く輝いています。今日の最低気温は梼原で 2.9 度、伊野町本川で 3.6 度、高知市で9度など県内5カ所で今シーズン最低を記録。秋の深まりに合わせるように高知市内のイチョウも緑から鮮やかな黄色に衣替えをしています。公園を訪れた人たちは秋空に映える美しい景色を楽しんでいました。綺麗ですね、和みますね。まあ、心もね、落ち着くというかね。訪れるたびにすごくイチョウが今ね、日々黄色の色合いが濃くなって素敵です。たまにこう来ると感激ですよね、綺麗さで。この辺りはちょっと綺麗だったんでちょっと撮らせてもらったんですけどちなみにどうですか、どれぐらいは。まあいいかなと思って、もうちょっと真っ黄色になりゃいいかなと思ったりしたんですけど。高知地方気象台によりますと、高知市のイチョウは昨日から黄色に色づき始めたということで、美しいイチョウ並木はこれから2週間ほど楽しめそうです。